それでは始めていきたいと思います。今日のタイトルはワイドならすぐに学習スタート、佐藤流学習合格術っていうね、タイトルで始めさせていただきたいと思っております。担当レクチャーに講師ベニスの佐藤です。こんばんは。年末ですよね。年末で今日で時間もこれすごく悪い時間じゃないですか。5時半なんで、僕は今日誰も来ないと思っていたんですよ。いや、そしたらこんなに来てね、びっくりしちゃったんですけども、それに利するような形でお話をしていこうかなと思っています。で、一応今日いくつか配っているものがあるかと思うんですね。一つはこれレジュメといったら、こっちをご覧になってください。これレジュメなので、これを中心に少し喋っていこうかなと思っています。あともう一つがパンフレットってありますよね。こちらパンフレットというパンフレットなんで、私がやるのが多分一番最後の方に多分書いてあるでしょう。ワイドクラスっていう中身になっているやつですね。一番最初に多分宮口先生が書いてあって、これはベーシックって、昔からレクあったコースです。ベーシックってコースでありまして、これも成り立ちはお話をします。なんでこれができたのかってお話を、私最初に作ったのはこれ私なので、どうしてこういう中身になっていて、なんでワイドもできたのかってお話をしたいと思ってるんですね、そこはね。で、私のところはこれは644ページってところに多分書いてあるかと思うんですけど、ワイドクラスね、こうなっておりまして、ちょっと構成が違うんですね。他の講座とちょっと違ってっていうのもあるんで、なんでこうなったのかについてもお話をしたいと思っております、ね。で、どうしようかな。まずは、全体をやる設定として少しお話をしたいと思ってるんですね。で、一応私のプロフィールを一応書いてあるかと思うんですよ。これ何ページかな、46ページに多分書いてあるかと思うんですよ。ちょっと開けてください。多分いろんな先生がいて、誰を選ぼうかなっていうところもあるではないですか。で、全然経験がない方がたくさんなんでしょ。初めて受けるんですよね。そうなっちゃうと、誰に習ってどうしたらいいかなっていう、多分あると思うんですよ。で、一応私の経験はここに書いてるんで、ちょっとプロフィールを見てください、で、一応大学はこの大学を出てるんで、昭和63年に私は卒業しております。卒業しておりまして、大学卒業した後に、これ大学院ってあるけど、大学院は実は試験受かってからもう一回戻ったんです。で、本当から言うと、大学院の時に、大学卒業してから行こうと思ったんですよ、院に。で、いろんな多分ブログかなんかで多分言ってるかと思うんですけどね、行こうと思ったんですけど、たまたまですね、63年の時に他の試験実はやってまして、この大学って大体もうやる試験で決まってるんですね。私も1年の時からずっとやってまして、1日9時間か10時間毎日やってました。1年から4年までです。で、9月ぐらいになると大体これ分かるんですね。今年もちょっと難しいなってなんとなく分かるんですよ、で、周りの人がね、全部こう決まってくるんですよ、就活で。今でも、今から比べると、もっと就活が良かったね。多分僕の頃はバブルのちょっと前なんで、9月ぐらいからちょうどやり始めてもすぐ受かる世代だったんですよ。で、もう4月ぐらいからもんもん皆さん決まっていきましたね。あとは経団連関係じゃない会社、みんなもう決まるんですよとね、言われましたね。お前どうするんだって言われたのね。いや、同僚ですよ、言われまして、みんなもう決まっちゃったんだと、残ってるのはお前ともう一人ぐらいしかいないって言われたのね。あ、そうなんだって思ったんですよ。で、まあこの試験やってたんで、続けようかなって思っていた反面、4年やっていてダメだったらやめようかなっても思っていました。で、大変だってことは当時の試験だったんであったんですよ。で、10年ぐらいかかっても受かんない人ザラにいたんでね、やめようかなって思ったんですよ。もう限界かなと思っていて、でもう一つ大学の時にやっていたのが、私の場合は知財ではないんですね。専門でやっていたのが法制史って分かりますかね。日本の法律の歴史を勉強する学問です。だから法体系はどうなっていて、歴史はこうなっていてってずっとこれ研究していましたね。で、残ってる人って私しかいなかったんですよ。だからこれ大学に行ったら絶対に多分もう後継ぎは決まりっていう状況だったのね。だから行こうかなと思っていたんですよ。だからのんびりとやっていたら呼ばれましたね。当時9月だったと思うんですけどね、ともう一つ大学院の試験があって受けようかなと思っている時に呼ばれたんですよ。で、佐藤君悪くなったねって言われたんですよ。えって思ったのね。何が悪いのかなと思ったら、いや、僕イギリスに留学することになったんだって言われたのね。で、2年間行くんだと、君の面倒見れなくなっちゃったんだ、ごめんって言われたのね。で、ごめんって言われても僕は困りましたよね。だってもうそれを狙ってそういう、少数学問をやっていたんですよ。で、おそらくその他の試験ダメでもそっちだったらなんとかなるかなと思って、学校の職員になろうと思っていたのね。教員ですよ。
って思っていたんですけど、そしたらダメになったと言われたのね。で2年間はどうするって言われたのね。でどうするって言われてもね、誰も教えてくれる先生もいないし、で極めて少数的な学問なんで、その先生がいないともう教えてくれる先生がいないんですよ、大学の中で。だから就活するしかないなって思って9月に始めたのが一番最初ですよね。で当時は今と違って、確かに就職率が良かったというか、決まりやすかったんですね。ですぐ当時キャリアセンターといったか就職活動家といったかちょっと忘れましたけど、行ってすぐ調べたんですよ。法学部の出身で、僕法律学科だったんで、その出身の方で誰か OB かいないかなって調べたんですよ。たまたまいたんですね。で電話かけまくったんですよ。で会いに行きましたね。で皆さんもそういう経験あるでしょ。僕も会いに行きまして、会いに行って、で言われたのね、佐藤君、君一体何を今までやってきたのと。4年間絶対聞きますよね、4年間やってきたことは何ですかと。で僕言いましたよ、司法試験ずっとやってきて、他は何もやっていません、バイトもやったことは全くないんです、で普通の生活をやってたことはないのね。だからバイトもやったことなくって、あったのはちょっとアルバイトとしてやったのはあれですね、あれあれ、家庭教師みたいなことは少しやったことがあるけど、それ以外やったことは全くないんですよ。社会と遮断されて勉強してたもんなんで、社会性ないんですってはっきり言ってしまったのね。それは分かったというのね。だけどこれからの法律はそっちではないって言われたんですよ。これからやるべきものは、君工業主義権で知ってるかって言われたんですよ、当時ね。で今から約30年ぐらい前なんで、知ってました、知ってたけど、学校で履修はやってました、やっていたんだけど、あまり一生懸命勉強した経験は全くなかったんですね。で本当に全くやってないと言っても過言ではないですよ。履修だけやっていただけですよ。で持ち込みかっていう科目だったんで、簡単に取れるかなと思って履修だけやっていたんです。だからうちの学校 ABC って単位がつくんだけど、 B だったかな、工業主義権って学問。だって一回も出たことがないんだもんね、はっきり言って。でまさかこんな仕事になるとはと思ったんですよ。でその先輩が言ったので、すぐ八重洲ブックセンターってところ行って調べたんですよ、工業主義権とは何か。でこういう資格があるってまた気づいちゃったのね。そしたら、あ、これがいいかなってピッと来たのよ、頭に。でじゃあどこに行ったらよいかなと思って、知的財産権法部、当時は特許部と言ってましたけど、特許部と、ここに行こうかなと思ったんですよ。で誰も知らないだろう、知らないだろうと思ったのね。で多分これ本社勤務に決まりと、これ主張すればね、おそらく誰も知らないし、主張したら多分決まりと。でどこに行こうかなと思っていたら、真ん前に会社があったんですよ、この会社、家の近くだったんですよ、歩いてすぐだったのね。でたまたま行ったんですよ。で1回だけ面接やったら入れてくれたんですよ、この会社に。当時だったんで、今信じられないでしょ。当時1500人が通ったんで、1500人、今ね第2班多分200かそこらでしか、それでも相当いる話だと思いますよ、200人って。うちの息子も長男はもう2年目なんだけど、新卒の2年目なんだけど、なかなか難しかったかな、同じ学校です、だけどだったかなと思うんですよ。だけど自分の時はそんなに難しくなくて、パッと決まっちゃったんだね、何の経験値にもならないと言ったことがね。だからちょっとパッと決まりまして、1回だけで決まったんですよ。1回面接行って帰ってきたら電話ありまして、決まりましたって言うんですよ。他の内定は全部辞退してくれませんかって言われたんで、全部辞退しました。でその後何か拘束があるかなと思ったら全くなくって、4月に初めて招集されたんですね。1500人いましたよ。で最後の時の集合研修の後に、どこに行きたいですかって希望を取るんだよね。で特許部です、たまたま特許部っていうのがあったんですよ。新卒の初めてのこれ募集だったらしくってね、特許部ですって言ったんですよ。で文系1人、理系2人だったんですよ。僕文系だったんで、文系1人っていう枠に採用、請求したら、請求とか、申し込んだら、たまたま受かったんだよね。だから目の付けどころ良かったんですよ。家が近いから転勤したくないっていうのがまず一番の願望ね。でさらに専門職になりたいっていうのがあったんで、それは2つ目、それもあったんで、たまたま行ったらそこに入れてもらいまして、でそこでこの勤務って話になったんですよ。特許部勤務となって、当時17、8人かな、今多分5、600いると思います、大日本っているんだけど、当時は17、8人で、今と昔は全く違うから、特許部の位置づけって。多分古い方は知っていますよね、分かんないから。昔はね、大体研究とか全部やってどうにもならなくなった人が最後に行くところだったんですよ。言い方は悪いけど日陰の部門だったのね。でだから僕新卒に入って、ほとんどの方が50代の方ばっかしなんですよ。こんなとこ来ちゃったのかと。で隣が役員ですから、全部
本社勤務だったんで、役員、あと専務とか全部いるんですよ。同じフロアにいるんですよ。で、入りましたね。そして、ある時言われたんですよ。で、佐藤君、で、上司にね、佐藤君、いや、こういう部署に入ったんだな、試験やるのが常識なんだって言われたのね。あ、そうかなと思ったのね。で、確かに先輩も言ってたと。メディシンになった方がいいって言われたのね。で、確かに当時調べたんですよ。で、担当があって、論文があって、かつ口実があって、選択があって、合格率は当時は 3% 未満って書いてあったんで、いや、旧司法試験と変わらないと思ったのね。これやってみたくなったのね。一回こう辞めた人ってやっぱし悔いが残ってるんですよ。やってみたいなと思ったのね。で、やってみたんですよ。そしたらね、他の科目やってたんで、簡単に受かるかなと思ったの。全然分からなくてね。まず入門講座に私は行きました。レックではないです。他のところに行ったんですよ。そしたら全く分からなかったんですよ。で、いろんな講座たくさん取ったのね。たくさんあったんですよ。たくさんたくさんあって全部取らせるんですよ。で、全然消化できなくって、さらに全く分からないんですよ。全く言ってることが。なんで分からなかったんでしょうね。一応民法とか憲法とかちゃんと僕やってきたつもりですよ。4年間。でも全く分からなかったのね。で、それは、学問体系で少しあって、ちょっと法律だとこういうふうになっていて、ちょっと図書くけど、財産って2つあるってことを僕いつも言うんだけど、1つは形なる財産です。優待財産と言います。動産とか不動産ってことを聞いたことありますかね。優待財産ね。優待財産。形がある財産です。で、司法試験というか僕はこれをやるんですよ。ずっと。民法、刑法、それからまあ行政法とか全部これをやるんですよ。だけど、無体財産ってやってるのが弁護士の仕事なのね。無体財産。もう一個財産権がありまして、これは、やったことがないんですよ。まあ、一応、大学の教科書レベルはちょっと読んだことがあるレベルで、ほとんどやったことがないんですよ。さらに言うならば、こういうふうにちょっと書いちゃったけど、実際と試験出てくるのって、半分半分出てくるんだけど、これ、無体財産っていうのは無から有を作り上げるんで、特許庁で申請するっていう手続きがあるんですよ。で、これは全然かぶってないんですよ。今まで勉強したところと。動産不動産ってあるものはあるじゃないですか。それをどうやって解決していって契約していったら良いですかっていう勉強をずっとやるわけですよ。だけどこっちは書面を作って申請をして、その後どういう形になるんですかっていう手続きがずっと書いてあるわけですよ。これは全くやったことがないんですよ。これはっきり言って未知の世界だったのね。で、登録になったって話になると一部かぶるんですよ。ここのところは設定登録になりましたと言ったら財産権になりますので、これはかぶるんですよ。これはよく分かったのね。だけど疑問がたくさんこれ生じたんですよ。まずは何かというと、ほとんどこの業界って当時は理系が多かったんですよ。理系ばっかし。今もそうだよね。8割は理系ではないですか。で、当時も教科書があったのがあったのね。あったんですよ。あって読みました。吉売先生とか、網野先生とか、高田先生の衣装とかあるわけですよ。全部当時は読みましたよ。読んだんだけど、特にこの登録になった後ね、間違ってるわけですよ。一般の検事から言うと、これってこんなことは絶対言わないってことは、堂々と書いてたんですよ。で、これを全部覚えなさいって言われたもんなんで、えっと思ったのね。で、さらにこのところは全然これ分かんなかったんですよ。初めてやったもんなんで。これは未知の世界ね。僕にとっては未知。で、ここは、一応やったことがあるんだけど、やったことはあるのね。やったことはあるんだけど、本に書いてあることが 8.7 なんですよ。言ってることが。え、これ間違ってるんじゃないってことが結構あったんですよ。登録になった後。なった後は、財産の活用ってことなんで、ライセンス、侵害、損害賠償、差し止め請求で聞いたことはあるでしょ。名前としては。で、そこのことが書いてあるんだけど、え、法的に言うとこれおかしいんではないかなっていうところが結構あったんですよ。説明がないんですよ、そこのところは。で、そういう講座に行ったときに、全部覚えなさいって言われたんですよ。その瞬間で嫌になったんですよ、やって。で、1回目、ある予備校に行って、僕は一月で多分やめ、一月じゃないな、2回でやめましたよ。くだらんと思って。くだらんと思ってね。で、遊んでいたんですよね。そしたらまた言われたんですよ、上司に。翌年度、春かな。1年間佐藤君やったよねと。どのくらい行ったろうって言われたのね。やってないんですよ、全然。予備校辞めたってことも言いにくいかな。ある程度やったんだけど、ちょっと合わなくなってしまったので、どうだこうだというと、なんかお茶を濁した感じがあるのね。でやばいなと思って、また2年目他の予備校に行ったら伸びるかなと思って、他の予備校に行ってみたんですよ。で、他の予備校行ったんだけど、それは基本書を読みましょうねっていうわけのわかんない、また講座だったんですよ。
で、これも読みましたよ。読んでもちったまたに入ってこないのよ。1ヶ月行ったんですよ。で、またやめてしまったんですよ。飽きたって言って、で、当時お金自分で払ってましたからね、やめたんですよ。で、また遊んでしまってね、まあ、会社の仕事をやってければいいかなと思っていたので、また言われたんですよ、上司に。今年2年目だよねって、だったらもう相当できてるよねって言われたのね。で、全くやってないんですよ。だ、もちろん試験も受けたことが全くなくてね。で、やばいなと思って、また別の予備校に行ったんですよ。当時ね、3つか4つあったんですよ。で、3つ目行ったんですよ。予備校は悪いんだって、自分が悪くはないと思ったのね。教え方が悪いんだと思ったんですよ。で、そこにまた行ったんだよね。で、今度はレジュメっていうのを暗記しろって言われたんですよ。で、これはもっと辛くって、速攻でやりましたね。で、またそうすると、なんでしょうね、言われ始めたのね。佐藤君、どうだったってまた言われたんですよ。嫌だなと思ってね。で、4回目今度行くことに知るときに、実は結婚したんですよ。で、たまたまね、今の奥さんだけど、その時に言ったんですね。僕は弁理士試験で勉強してると。来年受かる予定なんだって言ったのね。だけど、何年も勉強してないではですか。やばいなと思ったのね。しょうがないから黙って、また予備校、もう一個予備校に行き始めた、また予備校に行き始めたんですよ。別の予備校に。全ての予備校、僕行ったんですよ。全ての予備校。当時あった予備校ね。いろんな予備校がありましたよ。まあ、今なくなっちゃったけど、ダルニーとか、あとは早稲田セミナーとか全部行きましたよ。あと遊戯人も全部行きましたよ。行ったんだけど、どれも合わなかったんですよ。で、最後の最後の方に、その年の9月かな、同好の死を求めるっていうのは、たまたま受験新報に載っていたんですよ。今やっていないから、受験新報って。自分書いたやつが最後になっちゃったのかなっていう感じがあるんだけど、約1年ぐらい出ていませんね、今は。そこに同好の死を求めるっていうのがあって、そこに僕行ってみたんですよ。ゼミですよ。で、それが今所長の言ってる、この第一東京の国際事務所の所長がやってるゼミに行ったんですよ。これがね、ハマりましてね、全部当てるんですよ、こうやって、パン、パン、パンって。こう言われてどうなる言えと。で、なんでこういうことになるか言えと。全部ついてくるんですよ、ポン、ポンって。まあ、それは楽しくってね、やってるうちにどんどんハマっていって、あっという間に受かったんですよ。で、それで僕、5年ぐらい受かったのかな、最終的にはね。最初のこの数年間がもしなかったら、当時で僕2年で受かったと思いますよ、正直言えば。やり方が間違えたんですよ、当時。ああいう面白いやり方をやってくれたら受かったのにねっていうのは本当のところです。それが僕のまあ受験の顛末なんですけど、あんまり優秀な受験生ではもちろんないです。もちろん一般の一発でパッと受かった人でもないし、2回で受かった人でもないんだけど、ただ5年目に立ってみて振り返ってみたら、多分この試験って当時選択科目もありました。3科目受けるんですよ、選択って。で、1週間試験って論文試験あったの、当時はね。あって、3% ですよ、確かに。だけどそんでも多分2年で受かったかなと思うんですよ、正直言うと。で、それを体現しようと思って、合格した後に予備校のバイトを始めたんですよ。で、すぐ辞めるつもりでいたのに、今この2年目になっちゃったのね。長くなっちゃったんですよ。で、その時に言われたのが、合格すること前提として、合格すること前提として講座を組み替えてくれませんかって初めて言われたんですよ。まあ、それが入門講座のスタートの始めなんですよ。で、受かる前に僕レックに行ったので、正直言うと、平成僕9年に受かって、8年に大日本という会社を辞めたのです。9年の4月に辞めたんです。で、9年の11月に受かったんだけど、遅すぎると言われたのね、辞める時期としては。だってやっぱ全然環境違いますよ。前の会社って遅いんですよ、めちゃくちゃ。終わるのが12時くらい毎日なんですよ。午前様は一般的なのね。でも、これフリーになっちゃうと、ずっと寝ていてもいい状況になったのね。体調変わってしまうではないですか。環境変わっちゃったのね。よくないって言われたんだけど、でももうしょうがないのね。で、奥さんもいたし、子供もいたんですよ。当時ね、3歳か4歳だと思うんだな、多分。今25、6だから、そのくらいですよ。だと思うんだけど、3歳かそこらですよ。で、収入もなくなっちゃってってやつよ。で、さらに言うならば、退職金がなんと、運満しかもらえなかったんですね。約10年間いたんですけど。で、これで前年の税金も払えないんですよ。やばいなと思ってね。で、しょうがないと思って、まずこのレックっていうところのバイトをやり始めたんですよ。で、その時に言われたのが、来年度もし受かったら講師やると思う前提で講座を作ってくれませんかっていうバイトだったんですよ。で、やり始めまして、で、何がいけなかったかっていろいろ計算したんですよ。それはね、前やったことは経験になりましたね。だって全ての予備校受けましたから。当時のレックがないとして、タックもないね。当時のだから、ダルニーとか、早稲田セミナーとか、あとはパテントラボとか、あとは代々木塾、全部受けたんですよ、ある予備校って。
で全部受けて良くないところがたくさんあったのね。で良くないのは何かって、まあ、見て考えたんですよ。でその時にまあ考えたのがまずベーシックっていうコースの始まりなんですよ。でそれが多分宮口さんが乗っかってるところに乗っかってるかと思うんですけどね。伝統で伝統の再建点って3回転と言ってるけど、これは私が最初に始めたやつです、これって。で当時はねどういう講座だったのかっていうと、まずね1年間を特実異症状不調ってあるじゃないですか、科目が。あれをまず4月からずっと始めていって、あの特許が4月から始めていって8月くらいに終わるんですよ。終わって実用診断やるんですよ。あのこういうレックのテキストだったらテキストですね、これに従ってやるんですよ。特許が終わりました、4月から8月くらいで終わるんですよ。約4ヶ月かけてこれ読んで終わるわけですよ。で終わったら実用診断やるわけですよ。でまたそれに2つくらいかかるんだよね。10月くらいで終わりますよ。終わって衣装をやるわけですよ、12月ね。で商標をやるんですよ、その後。で終わった後条約と、まあ、当時は不調はなかったから条約で終わりってことだよね。でもそれやると大体3月になっちゃうんですよ。で前やったこと全部これ忘れちゃうんだよね。でそれは良くないんですよ。でなぜ工業所有権とか産業財産権って言うのかなって考えたんですよ。これ学問体系なんだよね、すごく似ています。特許、実、異、商、あとは不正競争も著作権も似ています、すごく。だって条約もすごく似ています。でそこに気づいたんだよね。あの当時僕4年目に気づいたんです。でその時受かるかなと思ったんだけど、問題を読み間違えたんで落ちちゃったのね。よく受験生読み間違えるなと言ってるんだけど、それは自分の経験です、読み間違えちゃうことがあるのね。でそんなに言った受験生じゃないので読み間違えたんですよ。で受かるべくして受かる年に怒ってしまったのね。でね終わった後に15分ぐらい余ったんですよ。まだ書いてるバカがいるなと思ったのね。で手を挙げて先生取りに行きたくなりましたって手を挙げたんですよ、試験に。で取りに行ったんですよ。まだ書いてるバカがいると思ってね。で私戻ってきてよく見たらバカは自分だったのね。問題文がちょっと違うことが入ってたんです、一言。あやばいと思ったのね。そこから直し始めたんですよ、バーって。もう間に合わないね、そうなっちゃうと。でもう落ちたなと思ってやっぱ落ちてました。で大日本を辞めてこの予備校に入って受かったんですけどね。でその時のその経験っていうのが含めて、あのできれば1年間で特実異症って一つ一つやるんじゃなくて、とかけてやるんじゃなくて何回でも回すのが一番いいと思ったんですよ、似てるから。まず特許やって異症をやって商標やって登記書状をやって条約やってっていうのをまずやって、だいたい4ヶ月かそのくらいでやるべきだと思ったんですよ、一回り。でも司法試験の時もこういう勉強をやっていました。くる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 回すんですよ、分かんなくてもいいんですよ、まず回すんですよ。回転を何度もやるってことがこれ重要なのね、すごく法律の勉強って。で最後に分かんない、最初に分かんないことは実は最後に書いてあったりするのが一般的なんです。でそれをね欠落してたんだよね、自分って。正直にこれ頭からずっと言われた通りやっていたんですよ、ばっかみたいにね。でこれがいけなかったんですよ、だから合わなかったっていうことで、全然最初から最後まで分かんなかった状態がずっと続きました、約3年です。そこは4年目にやっと気づきまして、まあ受かったってこともあるんだけど、それを体現したくってこういう講座を作ったんですよ。でどうなってるかというと、この講座はベーシックは3回転するでしょ、1年間。まずは入門講座でまず1回転、2回目に論文のところでもう1回転で、もう1回転が担当でもう1回転というところで3回転なんですよ。で1年間に3回転もやれば大体体系でできますよ、いわゆる特許の体系でなくって知的財産権の体系でできるんですよ。特許やって衣装が分かった、衣装分かった、そしたら商標は分かったってことになるんですよ。でそうなると一番これいいんだよね、いいの。でこれでずっと私もやっていました、15、6年やっていたんだよね。で去年これにしよう、戻ってまたこれもやったんだけど、やっぱねピッと来ない、正直言うと。でそこで変えたんですよ。でそれがワイドクラスって話になってる、まあ、短調になりますね、変えてしまった短調になるんだけど、これ見てもらいたいんですよ。僕の書いたのは何ページかというと、ここですね。どこだ、ワイドクラスね、ワイドクラスの中になっているのがここ、あ、ここ、こうなってますよね、44ページね。こうなっていて、まず入門エッセンシャルってあるんですよ。これはウェブでも収録されています。今日申し込んだらすぐこれ見れます。で14回しかないでしょ、この14回で十分これ体系で大体分かるんですよ。
特許はだいたい3、4回以上もだいたいそのくらいやるとだいたいこれ分かるんですよ。でくるってまず回しちゃうのね、概要を。だいたい概要分かったと言って次今度行くんですよ。でこれ入門講座論基礎って書いてあるけどちょっと違うんだね他の先生と。一応これを前提としても分かってるっていう前提で私は喋りますんで、ここは一番最初にね当たるのは担当の壁です。僕はね論文は簡単だと思った。でも担当は極めて難しいと思ったのね。今年うちのクラスから言っていいのかな、予備試験から受かった子がいるんだけど、その子も言ってましたよ、担当が難しいと。この試験は論文はそんなに難しくはない、僕もそう思いました。担当が難しかったです、すごく。だって全く分からないんだもん、別の体系だもん。担当が、担当すごく苦労したんですよ。僕は受かるまで4年かかりました。担当が、論文はその後パッと受かったんだけどね。翌年のほどその年受かる予定だったんだけど、担当受かった年ね。だから1年もなく受かったような感じだけどね。論文はそんなに難しくはないですよ、でも担当がこれ難しいんですよ。絶対評価でしょ担当って。39点取らないと絶対受からないんですよ。当時は50点満点の40点なんで、ボーダーって8割です。今 65% なんで受からないわけないんだけど、やり方が間違いなかったね。当時は8割です、僕の時って。免除がないから受かった人も受けるんですよ。となるとどうしても点数上がりますよね、8割ボーダーって。すごく難しいのよ。そうなっちゃうと合格した数しか受からないんですよ。新人ってだいたい100名しか受かりません当時は。でこれが一番難しいんですよ担当って。今も多分そうだと思いますよ。今でも担当は10% ぐらいでしょ。で論文って30何パーセントでしょ。これ全然違うんですよ。で難しいのは担当って、まず受かるのが。でそう思っていないでしょ。普通は論文が一番難しいって言うでしょ。簡単だから担当がいい点数取れればそんなにこれ難しくは実はないのです、この試験って。それは多分受験会の誤った認識だと思っています。でそれでこういうふうに変えたんですよ。でどう変えたかっていうと、ここで私は何をやるんでしょうね。一応概要これで喋りました。ここでやるべきことは何かというと、これ別に通常のテキストは担当に沿った形で書いていないです。じゃあ私は何をここでやるんですかというと、別のテキストを使ってやっております。これについてやっておりません。ただやる項目はこれに従ってやっています。で私にやっているのはこの別のやつでやっています。これです、これです。多分配っていないよね、入門クエストってやつでこれやっています。で時計でこれだけあります。でどうこれ書いてあるかというと、ちょっと見てもらいたいのね。一応単元はこの入門の単元と同じにやっています。単元はだけどその単元の中で、例えばこれ新規性喪失の例外ですよね。条文出てきて、条文のところに線引いてありますね。ここからしか試験は出ませんってこと言ってるんですよ。試験は出ませんと、過去の経歴から見ても出ませんと。じゃあここについて1年以内、1年以内と言ってるところはどうやって出てくるんですかっていうところについてパーッと書いたんですよ。書いてあって、これを中心に勉強するんですよ。で30度2個も同じように書いてあって、ここも線引いてあって、ここからしか出ませんと。でここに改正の趣旨ね書いてあって、こういうふうにしか出ませんと、これをずっとやるんですよ。でこれを潰すことによって、一応単元別には大体終わったって形になるんですよ。担当については1回転これ回すんですよ、ここで。でこれが一番苦しいんですよ、担当を自分で解くっていうのはなかなかできないんで、ここでやってしまいます、担当については。でこれでまずこれ1回転ね、担当については。担当は年内中に1回転とか2回転できないと苦しいんですよ。実は10年分僕は10回やれって昔言ったもんなのね。10回、でも絶対できないですよ10回なんて、最低限1回やらないと苦しいんですよ。で一応ここで1回やってしまいます、大体。でこれ大体8月ですよね。で入門エッセンシャルは1月からも入、1月から聞けるので、申し込みはすぐ聞けるので、すぐこれ勉強できます。でこっちの方が4月から入ってしまって、8月で1回転します、担当については。で合わせて論文の方については何をやるかというと、これも全部過去問です。過去問を潰します。他の先生そういうことはやっていないと思います。過去問を潰します。過去問でこういうことを聞いたんだ、これを書けば良いんだっていうだけのことを説明します、ここはね。でこれが終わった後にやるのが通常これですよね、定番になっているレクの定番です、これです。築城的に全部条文を潰すってやつをやるんです。これがヒットしましてね、18年ぐらい前に作ったのは僕ですね。これ第一版作りました。これを作ったんですけど、簡単に言うと条文が書いてあって、担当の問題がその中に入っていて、あと青本も入っていてってことで全部これ入れてしまったんですよ。
1冊に全部合体したのね。でこれを作ったんですよ。で妨害のごとくこれ売れましてね、当時で持ってない人はいなかったんですよ。受験業界において席巻したんですよ。でるかそれでうまくいったってことはあるんでしょ多分。でこれをやるんですけど、まあ、作った本にはこれやりますんで一番多分これ分かると思いますよ。やってる内容としては、まあ、これが1点というところと、ただねこれ頭からやるの結構大変なのね、すごくね。でも一応1回転これ回してるんでなんとかこれできるかなっていうところもあるんだけど、結構大変なんですよ回数的にもね。さらにあとは何だろうな、中身的にも結構これ難しいんですよ。だけどなんとかついていけるかなっていう感じがあるのね。であと皆さんの場合はワイドなんでこれがついております。担当10項目セレクトってこれ一体何ってやつね。今年これ初めてやるんですよ。でなぜ担当の問題ってなかなか解けないんでしょうね。特に初心者考えましたよ。まず問題文向いて問題解いて丸バツってやるわけでしょ。条文引いてあと趣旨から解いてとかやるわけでしょ。でもなかなかこれ難しいんだよね。だってすごくあるもん問題数が。10年分だったら何問ありますかね。60問あって年度別で過去1年で60問出るわけですよ。各年ごとに5試あるよね。で300試そうすると5試300試やって10年分3000試やるわけですよ。これ全部潰せるかというと難しいよね。だって問題解いて回答するわけですよ。じゃあどうやったらこれ早く解けるんでしょうね。考えたんですよそれは。で今回これ初めてやるんだけど、司法試験には実はありました、こういうやり方って昔から。何かというと問題は読むものだと言って教えられたんですよ。問題読むものだと、解くものではないと教えられたんですよ当時は。僕もそれはやりました。でそれは功を奏したんだよね司法試験では。これ忘れていましたよ。で今回それをやったのね。で何かというとこの担当授業セレクトでやるのは全部で6回しかありません。でこれは全部ウェーブです。ウェーブなんだけど6回しかないものに対して特許だけでこれだけ教材があります。終わるわけないんですよ。だけどこれではっきり言うとここに書いてある特許の中身について全部これ入っています。中身としては。でどう入ってるかというと、これ普通これ問題文が出てきて丸って書いてあって答え書いてあるじゃないですか。これ書いてないですね。これ全部丸足なんです。丸足なんです。これだけ読んでしまえば回答も答えも全部出るんですよこれ。で早いんですよ。でこれ大きさは今この形になってるけど、B6 になる予定です。 B6 だから合格体験機と同じ大きさです。でこれをくるくる回すんですよ。回すと多分1月か2月で終わります担当って。でこれがね功を奏するんですよ絶対に。でそう書いてあったもん、司法試験の監修の人にも書いてあったもん。そうすればよいと。であとは問題というのはこれ4題はあとは、東連会で解くもんだって書いてありましたよ。確かにそうなんだよね。でこれができるようになると強いんですよ。だから僕担当何回転させてますかね。ここで1回転、ここでもう1回転、ここでもう1回転、さらに皆さんこれを配ると1ヶ月で終わります。で授業単行セレクトは1月に収録する予定なので2月から見れます。見れます。でこの時にこれを配りますんで、入門講座の中でやりながら何ページをやったからこれを見てくれって言います。だからどんどん進めたら良いんですこれは。そうすれば大体もうこれ単調に入る前に終わってしまってるはずです。これが早いんですよ一番。で担当さえできれば論文はなんとかなります。なぜか分かりますかね。今は点数調整やってるんですよね。昔は素点採点です。素点で60点以上いかなかったらこれはダメです。昔は僕らの時はそうでした。今は違うんですよ。そこまでいく必要性はない。多分50点未満に向かってるはずです素点でやるならば。偏差値で上から取っていくだけなんで、多分素点は50数点で受かるはずなんですよ。おそらく60点いっていない。そんなに難しくはないんですよ論文って。でこれは誤解してもらいたくないんだよね。難しいって多分教えるはずなんだよ。違うんですよ論文は簡単なの。問題担当の問題の突破力なんですよ。これさえ分かってしまうなら、まあ多分、今日配ったやつだと多分過去の問題集って論文の問題ってありますよね。でこれ見た瞬間にこれ何聞いてるかなってパッと出るようになると早いんですよ。例えば27年のこの問題でも良いし、例えばこういう問題ね、時だとこういう問題があるじゃないですか。長いですよね、すごくね長いじゃないですか。
でも担当そこそこ解ける人がなな担当そこそこ解ける人だったらば、ここから見るんですよ。問1、括弧1。見た瞬間にこれ分かります。聞いてることが。あ、これって。で、2番見るんですよ。あ、これもこれって。で、3番これ見ると、あ、これもこれって分かるんですよ。で、それが分かると、だいたい素点で50点以上はいきますよ、絶対に。これ漏らさず落とさず書けば合格はできるのです。正直言うと。で、論文はそんなに難しくはないんです。担当なんですよ。この試験で一番難しいのは。で、そのために、今回これを作ったんだと、多分これはうちのクラスだけとか、多分私が作ったんで、うちのクラスだけです。これは、あるのは。で、これはワイドクラスの一番の特徴になります。あとは、頭からエッセンシャルがついてるっていう点。これも特徴ですね。これがあるっていう点。すでにもう聞けますっていう点です。他の先生に申し込んでも構わないけど、これやってしまうと多分去年のやつを聞くことになるんですよ。それも特許だけです。4月まで。僕の場合はこれで13、14回で全部これ入ってるんで、一応体系はできるはずです。で、合わせてこれ、担当中整理区取って見れるんですよ。で、その時にこれ配りますんで、これを解くんです。読むんです。読めば大体これ分かるんで、これしかもう出ませんってやつなんで、大体は。読んで覚えちゃうんです。で、その後でこれを、これに入っていって、また説明しますから、やるんです。そして、論基礎で担当こう、こういうふうにできたら解けるんだって説明しますから。担当できれば受かりますから、試験は。ね、で、その後でこれ、さらに保管するっていうのは担当基礎力完成講座って話になるんで、多分年会で10年分の問題を3回か4回解いたことになるはずです。で、もっとかもしれない。これを使えば。もっとです。で、それからこの担当重要セレクトに配る、これ今回担当リーダーっていう名前つけたんですよ。これは重たいですよ。読む問題集。読む、なんだろうな、レジュメってやつです。で、これで解けるんですよ。読めばいいんですよ。最初は読むものなんですよ。解いてはいけないの、担当って。解くと絶対時間かかるんですよ。私はこれ真面目に解きましたからね。で、全くこれ、振らなかったですよ。で、もちろん遊んでいたこともあったんで、1年目、受けましたけど、18点かな、1年目は。50点満点で。18点。60点満点で当時はなかったんで、18点。で、2年目がちょっと勉強したけど、それでも、20数点。受かるわけないですね。40点がボーダーですから。で、3年目も少しやって、まあ 1ヶ月かやったけど、でもそれでもやっぱ24、5点ね。受かるわけないですね。で、4年目、初めて受かったんですよ。で、その時にこんな勉強し始めたのね。で、その時は僕は40何点ですよ、確か向かったのは。急に上がったんですよ、担当が。そのやり方をこれで体現してるんですよ、これ。このやり方、旧小試験と同じやり方ですよ。で、最後に受かったとしてはあまり勉強しなかったけど、40それでも何点かいってますよ。50点満点で60点ではないからね。で、論文はといったら1年目とか4年目に私初めて受けましたけど、そんなに難しくはなかったんだけど、読み間違いましたよね。5年目はすごくこれ分かりました。やっていて点までだいたいこれぐらいやれば何点、これまでやったら何点って分かりました。そこは分かりました。まあ、そういう観点もあるんで、僕の言ってる中心は過去問中心主義って言っています。まあ、これが一番いいに決まってるんですよ。で、大学受験やるときに予備校の問題集をやる方もいらっしゃるけど、まずは過去問で絶対やるではないですか。青本とか赤本やりますよね。で、それは解ければ受かるんでしょ、試験って、うん、で、これだけでいいと思っているわけではないです、ね、できれば合格した後に使える人間になってもらいたいんですよ。僕の時代とも全く違ってるんで、合格の像って。僕らの時は受かればもうこれでハッピーエンドで終わりってことね。もう良かったんですよ。受かれば良かったっていう時代ですよ、当時。多分保証ですね、保証というのがあったと思います。今はないから、ここからスタートのね、スタートで受かったことはあまり嬉しいことではないんですよ。で、その時に何をするかっていうところはできないとダメなんだよね。こうした中でいくつかヒントを与えるようなことを言っているつもりです。で、多分書いてあると思うんでね、僕は何をやってるかっていうところが業界の中でも書いてあると思うんですよ。書いてあると思うんだけど、経歴ね、のところに書いてあるかと思うんだけど、僕は大学終わった後に、それで大学終わった後に合格したの平成9年でありまして、平成9年の後に僕は大学に行きました。行って、そこでこれは知財を専攻しました。この時はやりました。2年間やりました。
で、その後に僕はこの合格した後に、この今の事務所に入って、今やってるのが、日本弁理士会の委員長ってあるけど、これはいろんな委員会の委員長とかやったことがありまして、副委員長のとこに長かったのね。ちょっと中身ちょっと言えないけど、言ってみたら弁理士法の改正をするって委員会です。それだけ試験の範囲も入っています。で、そういうことをやってたことがあったのね、ずっと。長年やってました。だからそういうこともあったんで、あるので、結構なんだろうな、何をやったらいいかってことは多分一番明るいかなと思っています。あと会社経験、僕、8、10、9年もあるんで、9年しかないって言ってもいいかもしれないけど、あるんですよ。で、結構この会社って面白い会社だね。で、大日本の時代で結構面白いんですよ。で、商標とか衣装とかそういう関係をやっていたんですけど、今でいうブランディングっていうのをやってました。仕事の中心って、でその先鞭ですよ。今から30年ぐらい前なんで、で J リーグの立ち上げとかね、あるいは当時だったらオリンピックちょうどやってました。今やっていたらどうかなって思うけどね、楽しかったですね。それから仕事はすごく忙しかったんで辞めてしまったってことがあるんだけどね。で、そういうことも含めていろんなことの話ができたらなって思っています。で、合格のことだけを考えるのは確かにいいかもしれないけど、受かったとか今重要なんですよ、試験って。もう昔と違ってしまってるんで、僕の頃は受かればよかったのが本当ですよ。今はっていうと、その後どうするかってことです。それ重要。でも受かんないとこの業界で生きていけないんで、とりあえずね、受かった後も含めて考えていこうねっていうのは、このなんだろうな、講座の一番の特徴かなと思ってます。で、それでこういう自分のレジュメでやってるんですね、中身としても。で、レジュメもこんなふうに厚いんです。入門もしっかり、あとは論文もしっかりね、同じような形でやっています。オリジナルでやっています。そのこともあるんで、早く勉強したいって方は、ぜひ、ホワイトコースってやってもらいたいと思ってるんですね。1月からすぐできますんで、アドバンテージありますよ。だって3ヶ月間も違うもん。それは4月から始まるではないですか。1月から始まりますからね。それが違うって言って、あと、さっき言った担当重要セレクトってあるよね。それがね、配る。これですね。これが一番ポイント、今年は。担当リーダーってやつ。これ。読む問題集です。これ絶対使ったら分かりますよ。これ見せたって、いや、大したことないなって多分思いますよ。見ただけでは。やったら分かります。効果って絶大と。多分90点くらい取れます、これ。中身で。いや、9割取れます。で、それを信じてやってもらいたいなと思ってるね。転々とさえなんとかなれば受験は続けられます、正直言って。で、これが長引くと嫌になるんですよ。僕4年かかったんで、担当って嫌になりましたよ。こんなにやったんだけど受からないってですね、なかなか。担当さえ受かれば受験生の端くれっていう意味合いがあるからね。もうやる、その後はもうやるだけし、やるしかないってことになるんで、多分見えてきますよ、最終合格も。で、最終合格が具体的に見えてくると、将来も見えてくるかもしれないってことになるんで、ぜひ将来まで含めて頑張っていきましょうっていうのはこのクラスになりますんで、よろしかったらどうぞってことになります。ね、じゃあ、全体はこの辺で終わりまして、あとは個別に質問に答えていきたいと思っています。じゃあ、全体はこの辺で終わりたいと思っております。お疲れ様でした。